田舎移住の嘘本と築150年の古民家を買っちゃった夏美です。私の通勤路でした。こんにちは。本当に大動脈なので除雪はちゃんとされています。
来た、嘘。車がいるので、あ、除雪車もいるのか。それで渋滞なんですね。
車一台すごいな。そこは歩道か。すごいな、歩道ちゃんとされてるな。すれ違えないっていう理由での渋滞だと思われます。そもそもここの道は狭いからね。北陸道を抜けて富山、福光までの道、砺波ジャンクションから福光までが車が昨日立ち往生してたんですね。で、今日も動いていない可能性があって、そこに向かう車ではないことと、日頃こんなにトラック通らないのでこの道は。金沢から抜けてきた。金沢から抜けてきた。峠を越えてやってきたトラックが、さっきのもおそらくそうなんですけど、福光インターに向かっているのではないかと推察されます。
ね、あのいちいち遠いっていうことですよ。最後までご覧いただきましてありがとうございます。田舎移住の嘘本と夏美でした。